9月26日月曜日は、月曜日は昨日 で、 昨日です、ね、26日は今日です。はい。はい、昨日は思えば25日で給料日での方多いと思います。懐は暖かかった方も多いと思いますが、はい、昨日で使い切っちゃった人はさすがにいないでしょうね。9月26日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。私、まあご案内のようにですね、東京が半分、大阪が半分という生活をしております、はい、で大阪で、下手に火事に手を出すとですね、家庭内の不安の元になるというのでできるだけやらないことにしておりますが、はい、まあ、東京は一人暮らしなので、もう掃除洗濯家事一切、料理から全部一人分の料理も作ったりなんかしておりますが、ね、その中で、はい、絶対やらないのが揚げ物はやらないと。油使う料理は、だから炒め物ぐらいは最悪やりますけども、炒め物もできるだけ油飛ばないようにですね、はい、フライパンで最低限のことをしてから蓋しちゃうっていう、油飛ばないように、とにかくね、キッチンで油が飛ぶのが嫌なんですよ。徹底してますね。だからどうしても揚げ物が食べたいとか、とんかつ食べたいとか、唐揚げ食べたいとか、そういう時には、お店に行くんですね、外食するんですよ、うんうん、はいはい、だから家では絶対油も、特に揚げ物、天ぷら類はやらないと。なんか新婚の奥様みたいな感じ、もう決めてこれはもうね、キッチン汚したくないっていうか、もうだからね、うち、あの、本当に申し訳ないんだけども、日本放送でよくラジオリビングで、換気扇のあのお掃除のサービスあるじゃないですか。あります、あります。私、うちの換気扇全然汚れてないんです。やっぱりね、油物しないと汚れないですね。まあそうでしょう。それで、あのガラステーブルなもんですから、はい、ガラステーブルなもんですから、もう料理しながら、料理しながらガーッと拭くんですよ。常に天板拭いて、ね、だけど夢中になって拭いてると、うん、時々、あの家の大阪の方はオール電化なので、そのままガーッと吹けるんですが、東京はガスなんですね、はい、でガラステーブルなんだけどガスなんですよ。そうすると五徳は鉄なんですね、うん、でガーッと吹きながらですね五徳を指でピッと掴んでわーわーうわーっガーあちちーみたいな、ね、そうそう、あれ気をつけた方がいいですね。そうですね、で横のボールに溜めたら水の中に指突っ込んでジューみたいなやだ、ちょっと気をつけてください。そういうこともあるので、私は、まあ、揚げ物は大阪ではやら、あ、東京ではやらないと、うん、だけど大阪でですね、まあこれも昨日っていうか先週、私もどうなのかなと思ったら、オンエアですでにもう事情説明が行われているという話をどっかで聞きまして、はい、私の身内に不幸があったもんですから、はい、先週お休みさせていただくと、ね、まあまあ身内不幸をつったってですよ、もう具体的に申し上げて、この番組で何回かコロナの騒動に絡んで、はい、まあ、あのベンチでひっくり返ったとか、運ばれたけれどもコロナ検査で見てもらえなくなったとかっていうことで、義理の父の話をずっとしておりまして、はい、その義理の父が、まあ、84だから今の平均寿命は超えてると言いながら、うん、まあでも84過ぎて元気な方もたくさんいらっしゃいますし、そうそう、うん、今日あたりのニュースで見ると、まあ、大阪のレジェンドと呼ばれてるラジオ DJ のね、あの方が、はい、ありがとう、浜村淳さんそうそう、88か9かなんかで、月金 の、 あの平日はお辞めになって週末だけやられる、ね、まだ週末やるんだ、すげえなとあの浜村淳さんはこの番組の前身の土曜日時代に一度インタビューを、ロングインタビューをしたことがありますから、大阪で、その時だからもう今から10年ぐらい前ですが、もうかなりお元気で、すげえおしゃれなんですよ。そうなんですか、はい、すごいおしゃれな方でね。で、まあ、浜村淳さん、まあ、89歳で、そうやって現役で頑張ってらっしゃる方もいるんで、うん、うちの義理の父の84歳、去年84というのは、うん、まあ、そんなに若いわけでも、年取ってるわけでも、今の水準で言うと、はいはい、まあ、あの、ではあるんですけれども、で、まあ、正直私にとっては義理の父とは言いながら、義理の父ですから、やっぱり実の父とか実の母とか、まあ、やっぱり違うんですね。だけど、うちの神さんにとったら実の父ですから、ほんでまあ、うちの、の神さんが喪主だったんで、結構大変だったんです。うん、で、あれこれ大変で、夜帰ってくると、っていうと、うん、
もうちょっとさ、晩飯はさ、今日食べに行こうよとか、いうことで、はい、基本、まあ、家で、まあ、家事は、だから、大阪では私が家事を妙に手伝うと、ややこしいことになるから、できるだけ振る舞いにしてるんだけども、ね、はい、先週に関しては、うん、まあ、できることはやりましょうと。うん、で、まあ、外食をベースにしましょうと、いうことで、週末に、突然、私、油物が食べたくなったんです。うん、はいはいはい、油物食べたい揚げ物。揚げ物。うん、で、だけど、大阪でも、ガラステーブルのキッチンとは言いながら、もうその後の掃除とか、換気扇 の掃除を考えると、嫌だなと思って。まあ、手間はありますよね。まあ、ちょっとした小さい庭っていうか、ベランダっていうか、まあ、そういうのが、本当に小さい猫の額どころかですね、ネズミの額ぐらいのところがあって、そうしなくても。そこに、キャンプテーブルとキャンプ椅子が置いてあるわけですよ。はい、うんうんうん、それここでアウトドア用のコンロを持ち出して、アウトドア用のコンロでここで天ぷらを揚げたら、油が多少飛び散ったところで、その後あたりが床は石ですから、石だから水でざっと流すとか、デッキブラシでピュピュってやるとか、そんな問題ない、まあ、そんな換気扇さとオープンエアだから、うんうん、隣の家にちょっと匂いが、まあ言うても天ぷらだから ね、まあ、ね、それもガス火で天ぷらですから、カセットコンロのガス火でやる天ぷらだから、まあそれほど迷惑もかけないだろうということで、そのネズミの額ぐらいのキャンプテーブルのところで、キャンプテーブルでですね、まあこれはちゃんとした天ぷら用のお鍋みたいなやつに、油を入れて天ぷらをやったんです。そうなんですか。まあ、私自慢じゃありませんが、ツイッターで今日の一人飯という私の料理シリーズを上げてるぐらい、はい、料理に関してはそこそこ自信があるんですが、うんうんうん、何せ揚げ物天ぷらだけはやったことがないわけですよ、ええ、やったことがないというのはどうにもなんないじゃないですか。うん、まあ、そうですね。それでインターネットでレシピを確認して、はい、ざーっといろんなやつを見た、動画とかいろんなやつ見たら、はいはい、結論から言うと簡単じゃん。要するに、要するに具材に、小麦粉、ね、まあ、薄力粉ですね。はい、あれだから、グルテンが低くないとダメなんで、強力粉なんかじゃ使えないんで、薄力粉を溶いて、うん、それもまあ、炭酸水で溶くと、結構ね、パリッパリになるらしいですよ。本格的ですね。まあ、炭酸水で溶くとか、はい、あるいはそのマヨネーズ、だから、卵の代わりにマヨネーズ使うとかっていうような、いろんな裏技があって、はい、そういうのをやって、うん、やると お店屋さんのみたいな割とサクサクの天ぷらができるっていうようなこともネットの情報で山ほど仕入れてですねうんうん、うん、炭酸水もあると、うん、マヨネーズもあると、具材も揃ったと、完璧、薄力粉もあると、はいはい、水もあると、うん、だから炭酸水もあると、うん、もう完璧だと、はい、簡単じゃんこれ。要するに衣作って油の中入れたらいいんだろ、うんうん、で油用の温度計っちゅうのも買ってきましたよ、ね、わざわざ、はい、油ってそうですか、油って温度、普通の温度計だったら100度までじゃないですか、あんなもの使えないですから、200度まで、うん、測れるような天ぷら揚げ物用の温度計っていうのがあるんですよ。すごい入念な準備私凝り性ですから本当ですね。だけどもう人生でやったことがないんですよ。よし、今日は天ぷらだと、今日は天ぷらするぞと宣言して、で家のキッチンは汚したくないので、わざわざその外でね、うさぎさんの額ぐらいの、ちょっと大きくなりましたね、庭みたいなところで、うん、よしここで天ぷらをあげるんだとやってみました。大失敗。そこまでやったのね。もう完全な失敗、どうにもならないぐらいの、そんなにちゃんと準備したの、どうにもならないぐらいの大失敗で、なんで抜かりなくやったの、反省したんですよ。それからずっと考えたんです、なんであんなに無残な失敗をしたのか。どんな失敗かというと、具材に衣がつかないんですよ。ああ、そうです。具材に衣がつかないんです、はいはい。衣が落ちて素揚げみたいになっちゃうわけですよ。ああ、落ちちゃう。油に落ちちゃう。それで、なんでかなと思って、はい、いろいろ考えて、わかりました。なんでしょう。すげえ大きな勘違いをしていたんです。私、基本的に何か見ながら作るんじゃなくて、見る前には全部こう覚えて、頭に入れた上で作らないと、はい、いちいち横に料理本置いて作るみたいなことはできないんですよ。だからもうやる作業の前に全部頭の中入れて、工程を入れて、何も見ずに、せーの、ドン、その方がほら、対家族的にかっこいいじゃないですか。ね、横に本見ながら作って、父ちゃんなんか本見ながら作ってるんだけど、全部頭の中入れて、やって、なんかできる人みたいに見える、見えますよね。ということもあるので、頭の中全部入れてやってみたんですけど、大きな間違いをしてたんです。なんだろう。まあ、簡単に言うとよ、簡単に言うと、数字はちょっと違いますけど、簡単に言うと、レシピ上は、例えばよ、例えばですが、
小麦粉 100g に対して水 100g で溶けとかって、そういう配分なんです。まあ実際の配分はちょっとだけ水の方がグラム数が多いんですが、小麦粉 100g に対して水 100g、はい、ね、うん、っていうのが基本レシピだと仮にするとするじゃないですか、はい、私量と体積を間違ってですね、小麦粉1カップに水1カップ。そうすると、重さ的には小麦粉って1カップだと 40g ぐらいしかないんですね。だけど、水1カップって言うと 180g ぐらいあるわけですよ。ドロドロになっちゃう。だから、話が、めっちゃ薄い小麦粉の衣につけたってつかしないんですよ。なるほど。ね、これでそれに気がつくのに随分時間がかかって、なんであんなに無残な失敗をしたかと思って、必死になって考えたら、あ、それぞれ小麦粉も水もグラムで表示されていたのに、100cc 対 100cc だと。なんかそれで同量って思っちゃって、ね。同量で思っちゃって、うんうん、だからむっちゃ薄い小麦粉の衣になって、ついてはいるんだけど、ついてるかどうかわかんないレベルの薄い衣になっちゃったんですね。なるほどね。でもわかる、その過ちはなんか。わざわざね、うん、サックサクの衣を目指して炭酸水まで用意したんですよ。そこまでやったのにね。だから炭酸水まで用意したんで、逆に水の方をたくさん入れたくなったんですね、心理的に。だから小麦粉1カップに水1カップ。どう考えてもグラム的には水多すぎだろ、それ。シャボシャボになって、天ぷらにならないという。大失敗です。はい。よくわかりました。でも、今回学習しましたから、次回はもう、私ね、成功するまでやるタイプですから。そういうとこ執念深いですよね、すごくね。私、とにかく成功するまでやめられないんですよ。だからもう私は残る寿命、残る人生を天ぷらにかけようと思って。で、来週末も天ぷら家で作って、その天末については、はい、ツイッター等であげるなり、この番組で ご報告するなり。そうですね。簡単な料理ほど奥が深いということがよくわかりました。皆さん、重さと量を間違えちゃダメですよ。お気をつけください。もうカリッカリのサクサクのね、天ぷらになることお祈りしております。お疲れ様でした。うん、何々屋行った方が早いね。美味しいものはね、買った方がという話もありますが、頑張ってください。それで思い出した。また思い出しちゃったんですか。昨日だからね、晩ご飯作ろうかなと思って近所のスーパーに行ったんですよ。はい、私大体月曜日に1週間分の食材を買って、で、まあ水曜日なり木曜日までそれで東京で暮らすんですが、はい、昨日スーパー行ったら、改めて物価がとんでもないことになってるというのが、野菜、特に野菜コーナーなんか買えるもんがないっていうかですね、トマトが、3つとか2つで400円前後したりで、はいはい、ブロッコリー1株299円、牛乳この間まで189円だったやつが209円で、卵も6個入りで200円台半ばぐらいまで、ああなんかすげえ、ね、値段が上がってると、どんどんですね、ちょっとなんか岸田さん分かってるこの状況っていうのをね、なんか物価対策で、物価高騰策、お前さ、スープ、お前ってごめんね、スーパー行って買い物したことあんのかっていう、なんかそういう感じを昨日改めてしましたね。肌で感じてほしい。そんな話はこの後ニュースの解説コーナーでも。わかりました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価反落しました。昨日と比べて363円57銭安い 32,315 円5銭で取引を終えました。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会の金融引き締め長期化観測を背景に、アメリカの長期金利が上昇したことを受けまして、投資家心理が悪化したと。で、今日の東京市場では景気敏感株の半導体関連銘柄が売られました。で、為替相場は現在1ドル149円ちょうど付近で取引されています。まあ、昨日のこの時間と比べると60銭ほどまた円安になっています。149円まで来ましたか。うもう150円目前ですね。150円になっちゃうと、去年9年ぶりかなんかにつけた円の最安値更新が見えてくる状況の中で、さあ日銀等の介入はあるのかという話ですね。政府の介入はあるのかという、そういうことのタイミングが近づいてきつつはあります。さあ、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にズームするのは、
イランとアメリカが囚人交換、その背景はということで、中東研究がご専門の国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺います。5時台はコロナ禍明けのエンターテイメントなどにつきまして、演歌歌手の山口香織さんをゲストにお迎えします。さ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームミュージックリクエスト、お題はどうしましょうか。料理で水の分量を間違えた時に聞きたい曲お料理で水の分量を間違えた時に聞きたい曲、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。岸田総理大臣は昨日、配偶者に扶養されるパート従業員らが社会保険料の負担を避けるため働く時間を抑える年収の壁をめぐり対策を表明しました。従業員の手取りが減らないよう保険料を肩代わりする企業に1人最大50万円を補助するのが柱で、10月から導入します。中国国営中央テレビは昨日、北朝鮮が外国人の入国を許可したと報じました。入国後2日間隔離します。北朝鮮は2020年1月末から新型コロナウイルス対策として出入国の厳格な統制をしていましたが、およそ3年8ヶ月ぶりに門戸を開くことになります。アメリカ国防総省はウクライナに供与を表明していた主力戦車エイブラムスが現地に到着したと発表しました。エイブラムスから劣化ウラン弾を発射すればロシア軍の戦車の正面装甲を貫通する破壊力があります。タス通信は昨日、ウクライナ侵攻に絡んでプーチン大統領に逮捕状を出した国際刑事裁判所のホフマンスキ所長をロシア内務省がロシアの刑法に違反したとして指名手配したと報じました。ニュース配信サイトヤフーニュースを運営する IT 大手ヤフーは昨日、記事を配信するメディアとの契約内容の見直しを検討すると発表しました。記事の許諾料の引き上げにつながる可能性があります。厚生労働省は昨日、製薬大手エーザイとアメリカ医薬品大手バイオジェンが共同開発したアルツハイマー型認知症治療薬レカネマブを正式承認しました。早ければ年内に医療現場での使用が始まります。日産自動車の内田誠社長兼 CEO は昨日、2030年までにヨーロッパ市場に投入する新型車のすべてを電気自動車 EV にすると明らかにしました。輸入したオフィスチェアなどの販売価格を下げないよう小売業者に不当に強制した疑いが強まったとして、公正取引委員会は今日、独占禁止法違反容疑で家具卸大手の関家具の本社などを立ち入り検査しました。関家具って聞いたことないよねっていうのが大半の方だと思います、はい、というのが小売じゃないのであまり知られていないです ね、 そうなんですね、一般の人には。だけどこれ家具の卸としては日本最大らしいですよ。最大、日本最大の、で、主力がね、椅子、オフィスチェア、はい、これがね最近すごく売れてるんだそうです。なんでオフィスチェアが売れてるかというと、ええ、まあ、オフィスチェアっていうかですね、ゲーミングチェアっていうか、ゲームするときに座るね、はい、ちょっと高い、はいはい、でゲームするときってやっぱり長時間ずっと座ってるんで、うん、いい椅子座りたいよねと、うん、それからあのリモートワークが普及して家の椅子もちょっといい椅子にしようねっていう需要がこの何年もあった上に、最近リアルなオフィスも開き始めて、まあ、せっかく久しぶりにリアルなオフィス開いたんで、椅子ぐらい新しくしようかっていうんで、いろんな、だからコロナに関連してっていう、昨日もコロナに関連するニュース2つぐらいお届けしましたけれども、実はこれも背景にあるのはコロナだったりなんかするという、そういうニュースではあります。さて、一番最初のニュースは、今日冒頭はオープニングでの話の続きみたいな話になってますが、
年収の壁、年収の壁についてはね、この番組で何回もご説明しましたけれど、はい、私ね、その、まあ、この年収の壁で企業に一人最大50万円補助する、うんうん、でこれ中身50万円の中身どうなのかって話がですね、まあ、10月から導入で来月から導入なんで、本当はもう具体的に決まってるはずなんだけども、新聞なんかでもその概略が書いてありますけど、細かい数字が書いてないんで、はい、多分週末にかけて細かい数字が出てくるだろうと思いますから、その本体のどんな形の補助が行われるかについては、まあ、後日改めてしっかりご紹介するとして、私ね、うん、根本的にちょっとおい待てよと思うのが、例えば103万円の壁とか106万円の壁とか130万円の壁とか、うん、まあ、いろんな、社会保険料が発生するであるとか、はい、住民税が発生するとか、いろんな水準の金額がありますよね、うん、これずっと変わってないじゃないですか、うん、だけど物価って急激に上がり始めて、対去年で前年同月比 3% 以上、うん、で去年ももう 2% 3% 上がってましたから、はい、対前々同月比で言うと 6% とかで、それもこの番組で言いましたけど、物価の統計ってやつは別に毎日買うもんじゃないよねっていうものまで含めて、うん、だからほとんど値段が上がってないものまで含めて統計取るから 2% や 3% ですが、うん、実際スーパー行って買い物する実感で言うと、いやこの3年ぐらいで 10% どこじゃないよねっていうぐらい上がってるわけですよ。で 10% 上がってるということは、その分円という通貨の価値が下がってるわけだから、106万円という価値は3年前の106万円と今の106万円は全然違うんです。確かに。となったらですね、この手のボーダーラインになる数字って、小手先だけでそのこれは完全に小手先っちゃ小手先の対策なんだけど、とりあえず大きな見直しをする以前の話として、うん、物価上昇分だけ、つまり円の価値が、お金の価値が落ちた分だけは賃、うん、改定していかないと、例えば今の106万円が、いや、3年前の106万円が、例えば価値として今の115万円なら、うんうんうん、とりあえず物価上昇分だけ数字変えていかないと。そうですよね。どんどん我々厳しくなるばっかりで、そのぐらいの対策しろよと。で、これも昨日お伝えしたように、今の物価高というのは政府と日銀が意図的に作り出してるもんですから、政策的に作り出してる物価高だから、その物価高、つまり円の下落ですから、その円の下落に合わせた分ぐらいはボーダーラインになる基準になる数字って改定していかないと、歪むよね社会が。そうですね。はい。だからもっと大きな目線で、うん、そういう制度がいいのか悪いのかっていう議論はすべきだけれども、うん、そうじゃなくて、そもそも物価上昇で通貨の価値が落ちてる分ぐらいはその手の数字の指標を変えていかないと、うん、それすぐにやれよって話なんだけど、うん、そういう方向性の話が全く出てこないんだわな、この国は。はい。何やってんだか本当にという気がいたします。さあ、その次のニュースで、北朝鮮が外国人の入国を許可したって話があるんですけども、北朝鮮って行ったことないですよね。ないです、さすがに。いや、私実は知り合いで北朝鮮観光に行ったことがある人いるんですけど、個人旅行で、うん、ところがですね、うん、日本と北朝鮮の間は国交がありませんから、うん、日本国内で日本人が北朝鮮のビザ取りに行くとこがないんですよ。あ、そうですか。だってないんだもん、在外公館ってやつが、国交がないんだから。確かに。だから朝鮮籍の人は朝鮮総連が似たような役割を果たしてますけれども、はいはい、それはあくまでも便宜的にやってるもんで、だから我々が北朝鮮行こうと思うと、例えば中国の北朝鮮大使館みたいなところ行ってビザ取るとかっていうことをしなきゃいけないんで。なるほどね。だからまあこのニュース、まあはっきり言って我々にとったら関係ないねっていう感じです。そんな話です。ズームフラッシュでした。9月26日火曜日、時刻は午後4時4分になったところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあ今日はですね、オープニングで辛坊さんが天ぷらのお話ししたので、はい、それに関するご意見がたくさんなんですが、皆さんありがとうございます。神奈川県横浜市36歳男性のまんまる7号さんはですね、ほいほい、辛坊さん、天ぷらは炭酸水を使うのもいいんですが、大事なのは衣の温度です。水を少し減らして、減らした分と同量の氷を入れてキンキンに冷やして具材をくぐらせて揚げます。これは衣にグルテンを作らないためで、グルテンができてしまうと天ぷらではなくフリッターになってしまうからです。なるほど。だから失敗したらエビのフリッターができたよでごまかします。ありがとうございます。実はですね、はい、それも私原因でさらに薄くなっちゃったんですよ。
で冷やすときに本来はボールを二重にして下に氷水敷いてその上にボールを置くと全体に薄まらないんですが、そもそも水の量が多かった上に氷をぶち込んだもんですから、生地この知識でぶち込んじゃったんだ。はい、そうなんです。さらに薄くなってしまいまして、これは薄々ですね。はい、薄々です。まあでも素揚げと思えばね、結構美味しかったんじゃないですか、味は。あのうちのでかいペットは美味しい美味しいって言って、こいつ味わかんないからなとか思いながら、ね、いやそんなことないでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。次回はね、必ず辛坊さん成功させる意気込みですんで、いやそれがね、油の温度も低かったんだな。こう温度計で測りますよね、うん、だけどあの油の量が家でやるとき少ないじゃないですか、うん、それと具材入れるとガッと下がるんですよね。あ、確かに。でも最初に温度測ってるからもういいだろうと思って、めんどくさくなってやると、うん、これ明らかに温度下がってるよなとか。だから天ぷらって簡単じゃないんですよね。美味しくってなかなかできないですよ、まあ、でも衣に小麦粉つけて揚げるだけだからな。そう言っちゃあれですけど、やっぱり違うんですよ、難しい。確かにね、衣の味のつけ方とかね、そう、やっぱりあのなんとか屋はよくできてるよね。本当ですよ。本当に揚げ物は外食したらいいんだ、ね、なんだそういうことか。うまく揚げられる方もいらっしゃると思いますが、サメールまだまだお待ちしております。 zoom@1242.com 番組の感想など旧ツイッター X でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストは、お料理で水の分量を間違えた時に聞きたい曲、こちらもお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。イランとアメリカが囚人交換、その背景は。イランで長年収監され人質とみなされていたアメリカ人5人が18日帰国しました。アメリカ政府がカタールの仲介を受け、韓国で保管されていたイランの資産60億ドルの凍結を解除し、物議を醸した交換が実現。資産はカタールの首都ドーハの銀行に移されました。これによってアメリカとイランの二重国籍を持つ男性4人と女性1人がテヘランからドーハにチャーター機で移動しました。さあ今日はこの問題につきまして、中東研究がご専門、国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんにお話を伺います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。何が起きてるんですか、イランとアメリカ。要するにイランの核開発がどんどん進んで、はい、もうこれ戦争をして壊すという状況じゃないなと、なんとか交渉をしないといけない。でも核合意というのは壊れたままで、なんとかその、まあ、戦争と核合意の再検討、その真ん中あたりに何か落としどころはないかなということで一生懸命動き始めて、まず、まあ、イランが抑えている5人のアメリカ人、でアメリカが抑えている5人のイラン人ですね、イラン人を交換して。アメリカはイラン人はどういう名目で抑えてたんですかね。アメリカではイラン人のビジネスマンがイランに、アメリカの経済制裁があってイランには物を輸出してはいけないんですけど、はいはい、ハイテク製品を輸出しようとした疑いで、捕まえられているということだったんですね。ですから5人5人の交換プラス、凍結資産の一部解除という。なるほど。凍結資産の一部解除、そういえば今ふっと思い出したんですが、私も新聞の報道が脳の片隅に残ってただけの話なんですが、はい、韓国が持ってるイランに対する債権を解除したとかって話ありましたよね。そういうことなんです。8000億前後でしたっけ。はい、イランの石油を韓国が買って、はい、その支払いが韓国の銀行にあって動かせなかったんですね。アメリカが制裁してるから、で、それをあの解除しろって話は昔からあって、でこれがやっとまとまって、ただ何年も待ってる間にウォンが値下がりしてイランはちょっと損したんですけどね。そうですね、ウォンはそうですね、タイドルっていうか世界の通貨の中ではだいぶ落ちてるんですけど、その世界の通貨の中で落ちてるウォンに対して日本円はさらに落ちてるという悲しい現実が。そうですね、今だいたい私なんかの感覚で言うと10ウォン1円ぐらいの感覚だったやつが、やっぱり今11ウォンで1円ぐらいかな、1割ぐらい落ちちゃった感じですね、私の
の知ってる感覚よりさすがにイランはウォンはいらないからあのユーロかドルにしろって言ってスイスの銀行7000億円から確か私の記憶では7、8000億だったと思うんですけども、はい、そういう金がイランに渡るとどうなんですか、それがまた核開発の費用に使われるんじゃないかとかっていう懸念はありますよね。その懸念は、まあ、野党のアメリカの野党の共和党から挙げられてるんですけど、実はこのお金に関しては使い道が決まってて、食料とか医療品以外は買ってはいけないということで、まあ、カタールの銀行に置いてると、だからイランの銀行じゃないからそれは監視していくんだというのが、まあ、バイデン政権の言い方ですね。どうですか、で今回の取引でそのイランの核開発、イランはまあ、イランの、核兵器を作るためには、まあ、材料のウランを、燃えるウランを濃縮しなきゃいけないと、うん、それが大体90% 超えてくるともう兵器級ウランで、ただ 60% ぐらいまで濃縮すると、あと 90% ぐらいまで濃縮するのは時間の問題、うん、確か私の情報では 60% から 70% ぐらいまではもう濃縮進めてるんですよね、確か。60% まで来てて、もうそこでやめてくれ、だからまあもちろんこの取引というのは人質の交換と凍結資金の解除しか表には出てないんですけど、おそらく裏ではもうこれ以上6割以上は凍結濃縮しないというのをイランがなんとなく約束したと。どうなんですか、そのだけどウランの濃縮中だって、まあ、遠心分離器みたいなやつがダーッと並んでて、うん、それ要するに同じ装置に何回要するに材料を通すかで濃縮度合いが変わってくるだけの話で、はい、そんなこと監視できるんですか。いやそれは、まあ、IAEA ですね、国際原子力機関の監視員が入って、それからモニター用のカメラも入ってるんですね。ですから監視が うまく動いてるときはちゃんと監視できる。で、まあ、アメリカも、まあ、イスラエルの諜報機関も現在のところ6割程度だというのは確認してるんで、それは確認できて、じゃあすぐ今日明日核兵器ができるという状況ではないと見てるということですね。ただ、まあ、6割から9割までは2週間もあればできるというのが見方で、はい、ただそのウランがあれば原子爆弾ができるというわけじゃなくて、その他のものも必要ですから、でアメリカとイスラエルの諜報機関はその他のものをちゃんと進めているという兆候はないということを言ってるんで、まあ、すぐできるというわけじゃないけど、まあ、我々国際政治の先生方はこういう状況敷居って言うんですね、核兵器の敷居国家、部屋の中には入ってないけど敷居のところに立ってると、はいはいはい、だからいつでも入ってこれるぞという、そういう状況に、まあ、イランが今いる。トレッシュホールド、そうトレッシュホールドですね。そうですね。さて、まあ、先生はペルシャ語の専門家でらっしゃるから、まあ、ペルシャ語というとイランの専門家でらっしゃるんですが、イランって世界中特にアメリカ主導の制裁がいろいろ行われてて、実は私イランにですね、絨毯買いに行きたいなとか思うんですけど、はい、行ったらですね、今度アメリカ入国が極めて困難になりますよね。先生は、まあ、職業的にイランは結構行かれてると思うんですが、はい、アメリカ入国今どうなってるんですか。アメリカの、ビザは、あったんですけど、この間イランに行きましたから、次に申請するときはちょっとめんどくさくなるかもしれないですね。ただ、まあ、私は研究者だから向こうも知ってるから、まあ、テロリストだとは思わないだろうなとは思って。でも先生、アメリカに入国されるときにはビザ取って行かれるわけですか。そうですね。ビザ持ってないとやっぱりめんどくさい。めんどくさい。だからまあ大使館に行くことになると思うんですけどね。で、まあイランのスタンプとかいうのがついてるとめんどくさいのがイスラエルに出入りするときで、私はイラクにも行ってるし、レバノンにも行ってるし、北朝鮮にも行ってるし、大体イスラエルが行ってほしくないとか大抵行ってますから。そうですね。それ私が、アメリカ、イスラエルの国境警備の、パスポートコントロールの人間だったら、めんどくさいからもうやめとこいや、でさすがにテロリストだったらもう少しこう綺麗なパスポートで来るだろうというんで通してくれるという感じですね。帰ってきたらすぎると、うん、イスラエルなんか私入国した時にはイスラエルって入国する時にパスポートにハンコを押すか別の紙にハンコを押すか選べって言いますよね、はい、でパスポートイスラエルのパスポート入国のパスポートパス自分のパスポートにイスラエルの入国スタンプを押されちゃうと、まあ今は結構イスラエルと国交を持つアラブの国もだいぶ増えてきましたけども、でも基本的に入国拒否ですよね。そうですね、入りにくい国が多いですね。で、まあ、私のパスポートも置いて
イスラエル のスタンプが押してあって、ただもう本当にいろんなとこ行ってますから、あんまり暑いんでなんか担当官めんどくさくて見なくてもう、はい、どうぞみたいな感じですねやっぱ暑いパスポートがいいですよパスポートってビザの欄がいっぱいになるとビザだけ別に付けてくれるっていう、私そういうのやったことないから分かんないんですけど、増刷できるんですね、何ページかね、そうするとちょっと暑くなって、それいいですね、その分厚いパスポート持ってみたいですねでもまあ日本のパスポートはね本当に通用力があって、これでダメというところはあんまりないですからね。そうですね、190何カ国、去年までは世界で一番たくさんの外国に行けるパスポートだったのが、今年になって、確かシンガポールと韓国かなんかに逆転されて3位になったっていうニュースがありましたけども、まあ、それでも世界最強のパスポートの一つであることは間違いないです、そうですね。それでもまあ北朝鮮とかね、行けない国はいくつかありますけどね、さて、そんな中で先生が今日お持ちくださった話題は、アゼルバイジャン、先生気になってらっしゃるという話を聞きました。はい、アゼルバイジャンというと、今日昨日ぐらいニュースになりましたけど、これ不思議なので、はい、特に関東の人は飛び地っていう概念がわからないと思いますが、関西の人間はわかるんですよ、うん、なんで関西の人間はわかるかというと、はい、三重県の中に周りが三重県なんだけど真ん中和歌山県っていう飛び地があるんですよ。だから関西では和歌山、飛び地、だから和歌山の中に、じゃあ三重県の中にある和歌山みたいなもんって言うと、あんな感じかってイメージできるんだけど、関東ないですよね。全部、県と間は全部線で引かれるところがですね、三重県の中にぐるっと円で描いたように和歌山があるんですよ。なんでここだけ和歌山なのっていう、飛び地っていうんですけども、はい、で、アゼルバイジャンっていう、だからあれはカスピ海の、はい、ヘリにある国なんですけど、はい、そこの隣にアルメニアっていう国があって、はい、そのアゼルバイジャンという国の中にアルメニアのあれ飛び地ですか？ええ、アルメニア人がたくさん住んでるという意味では飛び地なんですけど、国際法上は繋がってんですかね、どっか。いや、繋がってなくて、国際法上はアゼルバイジャンの土地なんですね。ただ実質上長い間アルメニアが支配してた、まあそういう状況だった。そこをアゼルバイジャンが取りに行って、もうこれ完全陥落してっていう、だから飛び地なくなっちゃうっていう話ですかね、あれは。そうですね、アゼルバイジャンが完全に主権を回復したというのがアゼルバイジャン見方で、でそこの飛び地だったところにアルメニアっていう、アルメニア人が住んでたんですが、その隣にアルメニアって国があるんですが、ここはロシアとすごく仲が良かったんだけど、どういうことなんですか、そのアルメニアがそう簡単に負けちゃったってことは、後ろのロシアの後ろ盾がなくなってきつつあるってことなんですかね、どう見たらいいんですか。そうなんですね、アルメニアの指導者が、まあ、西側寄りの姿勢を示して、はい、プーチンは面白くないなこいつはっていうんで助けてくれなかったというところが一つあって、はいはい、もう一つはアルメニアとアゼルバイジャン、どっちも発展途上国ですけど、アゼルバイジャンは石油が出るって大変お金があるんですね。でそのお金でトルコとイスラエルの武器を買いまくって、だからドローンだとか最新兵器を持ってて、はあ、アゼルバイジャンはアルメニアはそれを持ってないということで、2020年の戦争でもアゼルバイジャンが圧勝しちゃったんですね。多分ね、日本人が一番地理的に弱いっていうか、うんうん、思い浮かばないところだと思いますけど、うん、私アゼルバイジャン行きましたがな、うん、そしたらね、今、まあ、石油が出るところって話があるじゃないですか、アゼルバイジャンって燃える丘って言ってですね、はい、丘に行くと丘が燃えてんですよ、ずっと。多分天然ガスが噴出してるって、そこに火がついたんだと思いますけど、それ観光地になってて、いつ行っても火が燃えてる場所があって、あっち近くにそばやると熱いなここっていう、 そんなにですか。そのぐらいやっぱり天然資源 のたくさんあるところですね、古代からもうアゼルバイジャンはその燃える水が出るということで知られてて、ですから昔はゾロアスター教徒という人は、廃家教という、だから火を拝む宗教っていう、で薪をくべると大変だから、アゼルバイジャン幕ですよね、はい、天然ガスが出てくるから、そこに神殿を建てて永遠の火が勝手に燃えてるという。なんかでもね、途上国だとみんな思うじゃないですか、私行ったらですね、石畳の綺麗なね、まあ、いや、古いヨーロッパの街並みみたいな、そういうとこですね、あそこ。19世紀に石油で繁栄しましたから、やはりヨーロッパからたくさんこうお金のある人がやってくる。だからアゼルバイジャンの石油の開発だと、ノーベル一族ですね、はあ、ノーベル賞の一族なんかが投資をして大変お金を儲けてる。そうですか。で当時から豊かですから、よく見ると古い建物本当に立派ですよね。でね、おしゃれなショッピングセンターとか、うんうん、おしゃれなカフェとか、まあ、ヨーロッパのブランドショップみたいなものがざーっと軒並んでて、
だから我々が考えるなんか途上国っていうイメージじゃないですね、うん、そうなんですね。もうあの石油があるのとないのとこんなに違うかっていうこと。じゃあ石油の出ないアルメニアはかなり貧乏なんですか。まあ、どちらもね、あの所得は1人当たり6000ドルぐらいですかね。だからそんなに豊かでもないし、そんなに貧乏でもないんですけど、アゼルバイジャンは人口が、まあ、1000万人ぐらい、アルメニアは200万人ぐらいですか、5倍の規模ですし、で石油も出るということで、まあ、あのアゼルバイジャン可愛くないと思ってる人も石油が欲しい人はみんなアゼルバイジャンに接近しますから。あそこがね、まあ、一応民主的に選挙はやってるっていうことには建前上なってんだけど、でも今のトップは前のトップの息子かなんかですよね。そうですね、アリエフさんっていうんですけどね、あの前のアリエフさんは KGB の、 あの偉い人で。え、そうなんですか。え、あだから KGB のプーチンさんよりずっと偉い人で、だから要するにアゼルバイジャン、まあアゼルバイジャンって今は独立国ですけども、旧ソ連時代はソ連の、まあ、一共和国というか、そうですね、でそれでそこのトップは要するにソ連の諜報機関の上の方の人、プーチンより上だったんですか。まあ、プーチンは下っ端でしたからね、まあ、世代的にも違いますけどね。だからアリエフはもうあのソ連時代にアゼルバイジャンのある意味トップで、現地のトップ で、 でソ連崩壊して、タナボタで指導者になって、はあ、で愛国者を演じて、で選挙でも通り、選挙でも通り、まああのまあ、選挙はどれくらい自由かって議論はありますけどね、で息子に接触した。だから今ね、同じアリエフっていう名前の大統領なんですよ、うん。いやまあそんなこんなで、でこの辺の中東、あそこは中東って言わないですか、中央アジアですか。まあ広い意味でも中東ですけどね、トルコ、あのイランが絡んでますからね、あの辺の情勢ね。この辺りのごたごたどうなっていって、プーチン政権はこれからどうなるんですか。プーチンは興味があるんですね。で難しいの、めんどくさいのは、アルメニアに対してはアメリカの支持があるわけですよね、はいはい、アメリカにはアルメニア人がたくさんいて。あ、そうなんですか。でただアメリカの石油会社はアゼルバイジャンを支援してる、はいはい、それからもっと こんがらがってるのは、イスラエルがアゼルバイジャンと仲がいいんですね。アゼルバイジャンはイスラエルの武器を買ってる。でアゼルバイジャンはイランの北にあるから、イスラエルとしては接近しといて、イランの近くに拠点を構えて、そうか、背後からあのイランに睨みを聞かせられるということですね。まあ、そういうことなんですね。ですからでイランは実はアルメニアを支援してる。だからもう訳が分かんなくアルメニアって宗教は何なんですか。あの世界で一番古いキリスト教の国ですね。だからローマの前に最初にキリスト教に改宗した民族がアルメニア人なんです、ね、アルメニアはキリスト教で、はい、アゼルバイジャンはイスラム教のスニ派、シーア派ですか、はい、でその隣のイランもシーア派、はいはい、はーはー、でユダヤ教徒のイスラエルがそのシーア派のアゼルバイジャンと仲がいいという。だからあんまり宗教関係ないんですよね、実はね。あ、そうだ、高橋先生は、まあ、イスラム教の専門家でもらっしゃるんで、一遍お会いしたら聞いてみようと思ったんですけど、私ねコーラン最近読んでんですよ、はいね、結構わけわかんないんですよ。で最近私コーラン、これは多分アラビア語で読んだ時にお経みたいな、なんかそういう効果のあるもんなんじゃないかなって、多分韻律とか節回しとかそういうのが重要な文献なんじゃないのかっていう感覚があるんですけど、中に書いてあるやつをざーっと読んでいくと、ユダヤ教の聖典の旧約聖書とかなりオーバーラップするっていうか、はい、まあ、ぶっちゃけ俺イスラム教の人は怒ると思いますけど、私なんかが読んだ印象で言うと、基本旧約聖書のパクリじゃんっていう印象を持ったんですが、どうなんですか。あのイスラムはそれを認めてて、ええ、あのまず神様が人類にユダヤ教という宗教をくださって、はあ、人類の発展段階に合わせて次にキリスト教をくださって、ええ、で最後にこうイスラム教をくださったんで、あのユダヤ教もキリスト教もいい宗教なんですよ。ただあのバージョンが古いだけで、あの結構いい、古い iPhone ですよということでそれなのになんかその三大宗教、はい、とても仲が悪く見えるのはどういうことなんですか。いや、それはそれを使ってなんかこういろんな野心を叶えようという人がいるわけで、だから伝統的にはユダヤ教もキリスト教もイスラム教もエルサレムなんかみんな仲良く暮らしてて、だからユダヤ教徒だから殺しちゃうなんて、そんな残虐なことをするのはヨーロッパ人だけで、本当になんかヨーロッパ人は野蛮だなと思いますよね。それは十字軍ですか。まあ、十字軍殺しに来てね、まあ、確かにね、うん、あのイスラエルにエルサレムっていうところあります、聖地、三大宗教の聖地エルサレム、はい、あそこにあの、聖誕教会っていう
聖誕教会じゃねえや、聖墳墓教会って言って、イエス・キリストが処刑されたとされる教会があるんですが、うん、そのイエス・キリストが処刑されたとされる教会にはキリスト教の教会が立ってんだけど、このキリスト教の教会の入り口の鍵はイスラム教徒の人が持ってるんですよね。これだからそうじゃないと、キリスト教もいろんな宗派があるんで、キリスト教の人に鍵預けとくと、キリスト教の中で揉めるから、だったらイスラム教の人に鍵渡しとこうって、そういうと、そういう話ですね。いや、そういうことですよね。なんかもう、本当に、聖地に行くと、本当になんかキリスト教も難しいなという感じで、で、聖墳墓教会に行って、こう撮影してて、案内のお坊さんに 何百ドルかチップを渡すと、おいこっち来いとか言ってね、他の人には見せないとこ見せてくれたり。何見せてくれるんですか。柱パッと開けたら大昔のそれは岩がそのまま見えるとかね。なんかやっぱりなんかドルっていろんな宗教に通用してる いい通貨ですね。そこですか。いやいや、ちょっとまだね、そのイスラム教とその三大宗教については聞きたいことがいっぱいあるんで、はいはい、次ぜひ機会があったら先生お願いします。お時間を作って、はい、なんか全然話変な方言っちゃいましたけど、またいろいろ教えてください。想定内です。ありがとうございました。今日は国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺いました。ありがとうございました。失礼しました。ありがとうございました。9月26日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストご紹介します。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は、お料理で水の分量を間違えた時に聞きたい曲。来てますよ、辛坊さん。ありがとうございます。まず埼玉県飯能市のエビ色ボタンさんは、ほいほい、森田童子で僕たちの失敗。水の量を間違えてしまうと、料理はどんな料理も失敗してしまいますよね。僕たちの失敗っていう、うん、あれ NHK かな、ドラマがありましてね、私は好きで見てまして、うん、はいはい、ラストシーン覚えてますね、はっきり覚えてます。はい、まあいいです。今想像しちゃってもいいです。埼玉県のひでさん、53歳男性の方、リクエスト曲、鈴木雅之さん、違う、そうじゃない。そうじゃないんです。まさにそうじゃないんですよ。そうじゃないんです。そうだからね、あの時横で水測ってる時に誰かに言ってほしかったの。違う、そうじゃない。まあちょっと誰も気づかなかった。そうなんですよ。シャボシャボの、まあいいや。大田区にお住まい47歳のコマキングさん、リクエストは畑基博さんのレインをお願いします。歌詞では、雨によってずぶ濡れ、辛坊さんの粉は水でびしょびしょ、ね、水が多いとこうなりますね。まあ、そうですね、はい、あとは愛知県の愛知の A62 助さん、62歳はありがとうございます。料理で水の分量を間違えた時に聞きたい曲、料理の歌といえば松任谷由実さんのチャイニーズスープをリクエストします。なんて言ったって歌詞の、みんなこぼれて鍋の底、煮込んでしまえば形もなくなる、もうすぐ出来上がりというように、出来上がればみんな一緒ですよって。ところが天ぷらはね、天ぷらはね、そう、出来上がりがやっぱりね、なんとか出来上がりは大きく左右しますよね、はい、水の量とかそういうものがね。それから横浜市鶴見木、大きなバーバさん、大きなペットとか言うからですよ、辛坊さんが。じゃあ大きなバーバさん64歳は、トシ伊藤とハッピー&ブルーの寄せばいいのに。辛坊さんは偉い、天ぷらは難しいですよね。難しい。私、主婦歴40年近いのに未だに失敗する時があります。そんな時はいつまで経ってもダメな私ねと落ち込みますよと。天ぷら難しいんだ。難しいんですよ。なんかすげえ簡単そうなのにな。いやいやいや、技が問われます。今週末必ずもう一遍再チャレンジで、はい、やってみます。それから新宿区の矢車荘さんはですね、森高千里さん、素敵な誕生日。水の分量を間違えたりとか、料理ではとかくありがちですよね。この歌もちょっと失敗してしまったグラタンが出てくるので、ぜひと。確かにそんな歌だった。また神奈川県横浜市のひろゆきくんはね、 11PM のオープニングテーマ、シャバシャバだシャバダバシャバダバシャバシャバダシャバシャバダシャバシャバダに変える。面白い。この方今日ね、誕生日だそうです。59歳。面白いな、それ。おめでとうございます。おめでとうございます。シャバダバシャバダバ、まあね、三穂慶太郎さんの 11PM のテーマ。あれ 11PM のテーマっていう曲なんだ。ですシャバダバシャバダバ、ね、あれ短いですよ。一瞬で終わっちゃいますよね。一瞬で終わっちゃうよね、あれ。
そうですか。ありがとうございます。本日のズームオンミュージックリクエスト、トシイトウとハッピー&ブルー、寄せばいいのに。はい、ではエンディングでお届けいたしますのでお待ちください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 そして X でもハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はゲストをお迎えいたします。演歌歌手の山口香織さんです。お久しぶりでございます。はい、お久しぶりです。こんにちは、山口香織です。いや、相変わらずお綺麗で。いやいや、衣装が洋服がね、ありがとうございます。そんなことないです。お綺麗ですが、ですがっていう言い方はちょっと失礼ですけれども、ってなると、ね、結構ベテランなんですよね。あ、おかげさまで今年30周年を迎えさせていただきました。ということは何ですか、3つからやってるんですか。はい、いや、あの9歳でデビューしまして30年で。あ、なるほど。はい、すいません。はい、そんな感じで。はい、なるほど。はい、ツッコミにくかった。みんなそう、なんかそうそう、どうツッコんだらいいのかな、そう、みたいな、そう、もっとね、ちょっと今すごい、だけど演歌歌手の方、別に9歳でデビューは珍しくないですよね。あ、そうですね、昔のね、時代は美空ひばりさんとかですね、もう皆さん本当に小さい時から、はい、でデビュー30周年は本当なんですね。これ本当ですね。いつですか、はい、デビュー30周年は。平成5年の9月21日に本名の青木香織っていう名前で速達でデビューしてから今年30周年っていう。何日です、何日、 何月何日ですか。9月21日です。ついこの間ですよ。そうです、先週ですよね。はい、先週あたり。ああ、そうか、先週末か。うん、はい。へえ、そうですか。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、新曲出たらしいじゃないですか。そうなんです。8月30日に、ふたなさけという歌が発売になりました。新曲、何曲目ですか、これ。そう言われると数えるのが、そうですね、青木さんの頃から数えるか、はい、その今のお名前、うん、山口香織さんになってから数えるかによっても違う、ね。はい、そうですね、山口香織になってからは、20曲目になるのかな。あ、はい、あ、それもまあ10、20ですね。気のいい曲ですね。はい、そして、はい、同時にあの8月30日にその青木香織時代から今までの山口香織の32曲入りの、そうなんです、はい、ベストアルバムも発売になりまして、はい、ジュエル、ジュエルという、2枚組。そうなんです。おお、クラウン、はい、日本クラウン。そうなんです。このアルバムを聴いていただきますと30年の歴史がわかるかなという、ね、はい、ということで、二人の世界 with 浜圭介。はい、あ、そうですね、今回の歌も作っていただきました師匠でございます。浜圭介さんが師匠。そうなんです、はい。いや、あのね、で来ていただいた、まあ、理由の一つはですね、はい、コロナ明けこの演歌業界っていうのは一体どうなってんだって話なんですが。ああ、そうですね、やっぱりあのコロナ禍で 3,4 年はやはりあのイベントとか人前で歌うっていうのがもう全てダメだったので、そうでしょうね、はい、禁止だったので、うん、今ようやくあの第5類になってからはどんどんこうホールで、はい、はい、イベントが行われたりカラオケ大会があったり、うん、はい、お店でのキャンペーンとかもようやく、はい、できるようになりました。お店のキャンペーンって、うん、昔の演歌歌手の方って日本全国のレコード屋さんみたいなやつをこう回っていくのあるじゃないですか、はいはい、私もね、私よくあの大阪に天神橋商店街っていうのがあるんですけども、はい、その天神橋商店街で私がよく歩く道のところにレコード屋さんがあってですね、うん、はい、そのレコード屋さんの前に北島三郎さんの金の銅像が立ってるんです。いや、銅像が、ですけども、はい、ですけどそのレコード屋さん自体が今どんどん減ってるじゃないですか、うん、そうなんです。もうどんどんやはりあのもう通信とかあのネットとかで配信みたいに、はい、もう配信で購入できてしまうっていうのが実際の今の、うん、どうなんですか、はい、演歌をネット購入される方っていらっしゃるんですか。どん、うん、演歌もネットで配信してらっしゃるんですか今。はい、もうあのネット配信で、はいはい、あの何百円から買えたりとか。それ何、日本クラウンで、あのいろんなところで、はい、例えば、まあ、あの、アマゾンとか、うん、まあ、ああいうところでも、その楽曲だけを買ったりとか、あ、はい。じゃあ、山口香織、うん、新曲、ふたなさけで検索すると、はい、
アマゾンでじゃあ1曲だけ変えたりなんかするわけですか。そうです、もういろんなところで、はい、もう検索していただくと1曲何百円で。どうなんですかそれは、はい、そういう状況。全国のレコード屋さんはレコード屋さん自体はだいぶ数が減ってきてるけれども、うん、ネット配信みたいなところで1曲ずつ、うん、まあ、買おうと思えば買えるという状況は、うん、歌手の方にとっていいんですか、うん、良くないんですか。はっきり言って大変ですね。大変ですか。はい、やっぱり昔ながらの CD を1枚1枚こう手売りしていかないと、やはりレコード会社の方も、はい、そうですよね、厳しいのかなと。大体ね、昔と違うのかその辺がよくわからないですけども、はい、ネットって例えば TikTok でバズったよっていうんで、うん、ドーンといくじゃないですか。とんでもない、はい、だからバズったやつはドーンといくけど、うん、そうでないと結構大変ですよねこれね。そうですね、だから私も TikTok 始めたんですけど、その TikTok を教えた、はい、桐谷博人さんっていう、はい、投資家の、はいはい、あの株で生活してらっしゃる方。あの方に知り合いなんですか。そうなんです、今回の新曲一緒に二人でデュエットも歌ってるんですよ。桐谷さんが、ね、はい、ファンなんですよ ね、はい、ね、桐谷さんが何十年も、あ、はい、あ 株生活、はい、あ、投資家生活で、はい、山内かおる推しなんだ。はい、その桐谷さんと葛飾細田観覧温度って言いまして、ええ、私の地元の場所がキャベツ発祥の地で、それを、はい、一緒に。観覧ってキャベツのことですか。そうなんです、ね、はい、はい、そうなんですよ、和名で観覧っていうんです、はい、だからもうこの番組で5万回ぐらい言ってますけども、はい、お正月の名物お花といえばハボタンじゃないですか、うん、あれ基本的に観覧で、基本的にキャベツとハボタンは、はい、ね、根っこが同じというか原種が一緒というか、うんはい、だからハボタンは茹でたら食えるって、はい、この番組でもうね一年中連呼してるんですけども食べたという報告はあんまない、ね、ないですけど、ね、はい、さて、はい、ということで、はい、ディナーショーなんかも開ける状況ですか。あ、そうなんです、おかげさまで毎年恒例なんですけれども、12月10日にですね、浅草ビューホテルで山口香織ディナーショー開催をさせていただきます。よかったですね、はい、ディナーショーできるようになってね。そうですね、あ、この間9月2日も30周年記念コンサートおかげさまで無事に、はいはいはい、開催できまして、辛坊さんからも素敵なお花をいただきまして、わー嬉しかったです。ドッカーン、嬉しい、本当皆さんがもうびっくりして、その花俺、はい、金払ったかどうか記憶が曖昧なんだけど、もうすごい素敵なお花を、はい、はい、いただいて、せっかく来ていただきましたからその新曲聞きましょうか。あ、はい、そうですね、やっぱりたっぷりと聞いていただいて、はい、このベストアルバムもね、ジュエルもぜひたくさんの方に聞いていただきたいと思いますが、このお送りする二情けなんですが、どういった曲ですか。はい、人にはやっぱり好きと嫌いの両方のこう感情、情けがありますよね、うん、はい、それを今回この二情けでこうなんて言うんでしょうね、こうあなたのことが好きなんだけれども、でもやっぱり嫌いっていう、その、妙味な、こう微妙なね、こう、その複雑な、こう、女性の、その心理を、はい、歌わせていただいております。じゃあ辛坊さんにもこれ聞いてね、ちゃんと女性の心改めてもう一回、はい、勉強していただいてね、お送りしたいと思います。じゃあこの曲を聴きながらね、ちょっとお時間なのでお別れになりますけれども、はい、曲紹介は山口香織さんの方からお願いいたします。はい、今年30周年を迎えさせていただきました山口香織の新曲です。二情けお聴きください。山口香織さんでした。どうもありがとうございました。ズームミュージックリクエスト、お送りしているのは横浜市鶴見区の大きなバーバさんからのリクエスト、トシートーとハッピー&ブルー、寄せばいいのに、うん、今日なんかいいですね、演歌番組みたいで、演歌でね、山口香織さんの二情けも ね、かけて、音楽番組やってみたかったんだな。あら、じゃあ特番でやりますか。で、私のピアノをメインにそれはちょっとどうかなさあ、日本放送ショーアップナイター、今日は横浜スタジアムから DeNA 対巨人戦、この曲に乗せてショーアップナイターをご紹介するのも斬新ですけれどもね解説宮本和智さん、実況諸岡真さん、アナウンサー、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん、取り上げるニュースは新たな経済対策10月中をめどに取りまとめをという岸田総理が閣僚に指示をしたという話題、日中
中韓首脳会談を調整、年内開催に向け交換協議ということをお送りするそうです。でこの番組明日は航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんをお迎えして、海外の宿泊予約サイトの落とし穴にズームします。で、ね、天ぷらに関してチーバ君のお尻さん、はいはい、天ぷらの粉と水の量なんか適当でいいのよ、シャバシャバだったら粉を足せばいいのに、ちなみに片栗粉をちょびっと入れるとサクッと揚がりますよって教えていただき、実はですね、はい、途中で気がついたんで、うん、残りの小麦粉全部入れたんだけど、それでも追いつかなかったんだ。よっぽど水分多かったんですね。ここまでの相手は辛坊治郎と松山さやかでした。明日もございます、はい、ありがとうございました、うん。